はい、皆さんこんにちは。牛木翔太の営業で人生を変える YouTube チャンネルって言っちゃいましたね。始めました。ではですね、今回は、夢と志の違いって何なのっていうテーマでお届けしていきます。まあ、これから営業を始める人、もしくは営業で頑張ってる人、これから起業しようとかね、起業して頑張ってる人、ね、夢とか志ってなんとなく持ってると思うんですよ。多分夢も希望もないような人はあんまりこう起業しようとか営業チャレンジしようとかって思わないと思うので、なんとなくね、夢か志か分かんないけど希望みたいのって持ってると思うんですよね。じゃあ夢と志ってどう違うのって話なんですよ。例えばまあ子供小学生とかでも、僕の夢はサッカー選手とか、俺の夢は甲子園行くことだとか、ね、私の夢はなんか芸能人になることとか、幸せなお嫁さんになることとかっていう人いるかもしれないですよね。全然いいことなんですけど、でも志ってどうですかね。僕の志はサッカー選手になるとか、私の志は素敵な彼氏と結婚すること、なんかちょっと違和感ありますよね。そうそう、ちょっとね、やっぱり違うんですよ、夢と志って。まあ夢は将来の希望とか、まあ描いたもの、欲しいものとか、なりたい姿とかね、あるかもしれません。志ってね、なんかね、もうちょっとね、力強さがあるんですよ、力強さ。もちろん、夢は社長になることだっつって頑張って社長になったっていう人もいるかもしれませんけども、俺の夢は社長になって世の中を良くすることだみたいな、他なんか強いと思いません？力強さとかね、熱さがあるんですよ、志の方が。だから夢って別に、まあできたらいいなでもいいんですよね。そうだな、夢はそのうち金持ちになりたいなとか、俺の夢はこの宝くじを買って、億万長者になることなんだとかって、宝くじ買ってても別に夢としてはまあありじゃないですか。でもね、俺の志はこの宝くじを買って金持ちになることだ、アホかって話じゃないですか。それなんか、お前それ志なのみたいな、お前宝くじ買ってるだけで志ないのかって感じするじゃないですか。でやっぱ違うですよね、強さがあったりとか、あとはね、強いなんか思いがあったりとかってしますよね、夢よりも志の方が。例えば志っていうと知ってる人もいるかもしれませんけども、吉田松陰、あの幕末の元となった吉田松陰ですよ。あの世田谷区にですね、松陰神社前っていうバス停とか、駅があってですね、僕毎年行ってるんですけども、志ってね、書いてあるね、お守りが売ってるんですよ。志お守りっていうのがあって、これはなんかやっぱり毎年買うとね、グッときますよ。なんか吉田松陰がよし、日本を変えようと思って志を持って、その、ね、吉田松陰直筆なの、志って、それをコピーしてるお守りなんですけど、なんかグッときますよね。幕末の志士たちが日本を変えるために志を持って戦ってきたんだとかって思うと、なんかグッとくるじゃないですか。夢って言葉にしたくないですよね、それって。幕末の志士たちがね、ペリーが来て日本を変えようって夢を持って頑張ってきたんだ、なんか違いますよね、志なんですよ。じゃあね、ズバリ答え言います。志っていうと、このね、3つの輪が重なっていることです。この3つの輪、これ言い方変えると近江商人の三方よしって言ったりとかするんですけども、それをやることで、まず自分が嬉しい、自分が幸せ、自分が楽しい、自分が達成感みたいな、そしてそれをやることで相手が嬉しい、まあ仕事だったらお客さんが喜んでくれることで、自分もこの営業の仕事頑張って嬉しいし、お客さんも喜んでくれる、最高じゃないですか。自分はこの仕事したくないけどお客さんのために頑張ってます、これはね結構厳しいですよ、続かないです。逆もダメですよ、自分はこれやって楽しくて儲かるけどお客さん全員騙されてショック受けてる、これは NG です、 NG で、ここがポイント。志となるには、それをすることによって社会が良くなる、もしくは世間が良くなるって言ったりしますね。地域、社会、世間、世のため、人のためですよ。うん、俺は世のため、人のためにこれをしたいんだっていうのが志じゃないですかね。幕末の志士たちもこのままじゃ日本はダメだ、海外に負ける、日本を変えないといけない、よし頑張ろうっつって、それで志を持って頑張ってきたわけじゃないですか。これです。で、自分が嬉しいのは当たり前、ね、相手が喜んでもらえるのは当たり前、そしてそれを広めることで社会や世間や地域、環境、そのためになる、そんな営業ができたらどうですか。
ね、営業の仕事頑張って自分も成長できて達成できてお客さんも喜んでくれて、それが広まることで地域社会世の中が良くなる、日本中が良くなる、もしかしたら世界中が良くなる、これかっこいいじゃないですか。だからね、僕ね推奨しているのは、営業マンとか起業家はこのね志を持ってほしいんです。志、うん、世のため人のため何かするんだと、天下のために何かするんだ、国家のために何かするんだっていうね強い意志を持ってください。で、もしかしたら営業を始める、これから起業する人、あんまりね、ここは最初持ってないかもしれません。いやいや、吉木さんすいません、別にあのね、起業したり営業して成功したいと思ってるんだけど、まだね、別にね、世のため人のためとは考えれないんですよ。これね、全然 OK ですよ。最初はね、最初のうちはそうです。僕もそうですけど、起業する人とか難しい営業チャレンジする人って、最初から世のため人のため貢献したいっていうねマインド持ってる人いないですよ。僕も2008年に起業したんですけども、その時はやっぱりこう整備士の状態を変えて社長になりたい、自分の人生変えたい、これが一番でした。多少ありましたよ、多少は人の役に立ちたいってありましたけども、やりながらですよ、起業して1年経って2年経って、ちょっとずつお客さんができて、お客さんに喜んでもらえて、で困ってる営業マン起業家たくさんいるんだなっていうのを知って、頑張ってる営業マン、頑張ってる起業家、その人たちの力になりたい、そう思えるようになりました。だからね、最初から志はもちろん持たなくてもいいです。最初は自分のための夢でも構いません。そこから夢からね、志へこう昇華していってほしいですね。磨いていってください。最初は自分の人生変えたいとか稼ぎたいとか全然 OK です。あのね、嘘を言うよりかそっちの方が全然いいんですよ。起業して全然お金ないのに、いや私は世界平和のためにこの仕事してるんです、バカ野郎嘘つけってバレるじゃないですか。 100% 嘘ですよ。だったらね、貧乏最初のうちだったら、いや俺は本当金ないんで、金稼ぎたくて成功したくてやってんすよ、その方が全然 OK なんですよ。でそのために頑張ってればね、これ出てきますから、社会のため、世間のため、お客様のため。そうなった時に、あなたの夢が志になるんです。あなたの希望が志になるんですよ。そうなった時に、この志に響いて応援してくれる支援者っていうのができるんです。これを我々提唱しています。自分の志を伝えていって、そこにこう共感、共鳴してくれる支援者を作ろう。このね、支援者っていう言葉で今商標登録もしてるんで、多分2020年には、R マークがつくんじゃないかなと思っています。というところで、今回は夢と志の違いでした。夢を否定してるわけではありません。まずは夢を持とう、そっから志まで磨き上げようということで、今日は終わりにしたいと思います。こんないろんなテーマですね、頑張ってる営業マン起業家のためになる熱いメッセージをお届けしていきますんで、よかったらチャンネル登録してもらえると、今ね毎週5本動画アップしてますんで、でこういう話からもっと具体的な営業起業のこととか、なんかちょっと面白いネタも配信してます。でこのグッドボタンですか、いいねマークみたいなのもしてくれたら嬉しいですし、コメントでね、いろいろ最近結構コメントしてくれる人も増えてるんで、コメントももらえると嬉しいです。ということで終わりにしたいと思います。それでは今日はありがとうございました。